ーの輝きライティング。さあ始まりました、輝きライティング。この番組は私の正代と私橋本ゆきの、はい、2人が中心となってお届けするビミセストークバラエティ番組です。ビミセスとは美意識の高いミセスのことなんですよ。毎回知ってる、はい、毎回番組が今知ってもらいたいゲストを迎えて、普段ブログやツイッターなどでは書いていない番組ならではのトークや企画などをバラエティに富んだ内容でお送りしています。はい、放送はフレッシュライブとニコニコ生放送の同時生放送ですので、見ている人はコメントの方をどんどん送ってくださいね。こっちかな。はい、また中野にある M スタジオからお届けしていますので、公開生放送ですからお近くの方はどんどん来てくださいね。来てください。コメントください、はい、ね、はい、そしてこの番組は出るかな、スポンサーさん出るかな、提供出るかな、これで提供です。後ろに出てるけど、こっちでも出ます。はい、21グッドオンサービス、はい、出ました。はい、この番組はリモートに強い不動産ネットワークでおなじみのセンチュリー21のグッドオンサービスの提供でお送りします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そしてなんと今日は4回目になるんですね。で、今回も素敵なゲストの方、今日は美人ばっかりですよ。皆様にお越しいただいてお送りしますので、お願いします。はい、ではゲストの方に順番にお名前のご紹介をお願いさせていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、株式会社イーネクスターの新谷ゆりかです。よろしくお願いします。かわいい。はい、はい、2017年ミセスクイーンコンテストファイナリストの井出久仁子です。乳がんサバイバー、ステージ4の乳がんサバイバーでボランティア活動をしております。よろしくお願いします。イエーイ。で飲食店をしてる、合コンマイスターの杉本香織です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。香織でよ。皆さん香織でーす。では今日はこんな素敵なね、美人の方ばっかりでお送りしたいと思います。で、今日さ、私たち、結構さ、朝から出てるんだよね。出てる。よくここに間に合ったよね。間に合ったよね。ね、私たちどこに行ったかと言いますと、なんと横浜にいたんですよ。はい、そうですね。毎年あるこれ。いいの持ってるでしょ。港横浜、浴衣祭りに行ってきましたね。はい、ちょっとテロップを出してもらいたいです ね。その中で、はい、日本酒フェスっていう、日本全国のね、日本酒がバーッとあって、聞き酒なんかもできるようなことをやっていて、うん、もう酔っ払いました私。そう、ゆきちゃんいっぱい飲んでたよ。酔っ払いました。ね、さっきも一つちょっとおいちょっとね、あれです。真ん中側にミセスクイーンの代表の鹿野幸子さんね。ですね。あとちょっとね、私たちね、いきなりですね、ボンドリーをやったんですけど、ボンドリーって言っても普通のボンドリーじゃなくって、 TLFのイージートゥーダンス、そう、イージードゥーデステッテンってやつを、なんとボンドリーバージョンがあるんですけど、このうちわが、そう、代表のうちわが私の足にスッと入ってきて、転んで、ゆきちゃん今日フェイスブックでね、ライブ配信してたら、もうそれが全国に、いや全世界に流れましたよね。全世界。そう、あれですね、日本酒た、あ、そう、七夕日本酒フェスですね。あれよかったら、もう7日しかやってないのかな、やってない。やってないの、日本フェスは今日しかやってないかもしれないですけどね。そうでも浴衣祭りはね、ずっとやっているから、そう浴衣で横浜遊びに行くとね、お得なことがあるみたいなので。は
あの、ま、マリノス君だっけ。あ、で、あの今日私たちステージ出た時に、ね、このソルディーモさんもいたんですけども、うん、そうそうそう、まあ、ソルディーモさんは NG、ね、写真 NG だったんですけども、横浜マリノスのね選手の方、うん、トーク長にいらしていただいて、あの、はい、一緒に写真撮りましたので、ね、素敵だったね。そうそう、あ、今サッカーね、そうだ、日本、なんだっけ、そうそう、負けちゃったけどワールドカップやってるので、ね、ちょっとねサッカーもいいかなと。かっこよかったね。そうそう、かっこよかった。なんかフレンドリーでね、うん、結構いい感じでしたね。そう、いい人だったね。浴衣祭りはね、その港横浜浴衣祭りは8月19日までやってますね、うん、皆さんよかったら ね浴衣で本当に遊びに行くとねいいと思いますので、皆さんどんどん行かれてみてください。お願いします。そうね、やっぱ機会が、はいはい、はい、ではいいですか、横浜のお話は。はいはい、はい、では、はい、ではこのコーナーは、次のコーナーは、今さっきお名前だけのご紹介していただいたんですけども、その方々がどんなことをなさってるのかっていうのをちょっと皆さん知りたいと思いますので、あの自己紹介をしたいとしていただきたいと思います。まあ、まず私からなんですけども、私は嵐名正代と申します。で、私は、もう20年以上ですけども読者モデルをしておりまして、で、5、6年前から通販番組をに出ておりまして、 QVC とかショップチャンネルとかインフォマーションとかに出ています。で、2016年に、ミセスクイーンの方のファイナリストで、2017年度にミセスインターナショナルのファイナリストになって今活動しています。どうぞよろしくお願いします。はい、ゆきちゃん。はい、私はですね、はい、私はですね、2017年の、ミセス、同じくですね、違う1個次の年なんですけど、ね、はい、ミセスクイーンのファイナリストでですね、もともとは看護師を長年やってきまして、去年末まで看護師をずっとやってたんですけども、今ちょっと東北復興支援を絡めた化粧品を開発中でございます。またそれはね、商品ができたら皆さんに発表させていただきたいですけども、ね、ちょっと今ねちょっと止まってますけどね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして、じゃあここからがゲストの方ですので、どうぞあのご自分のことをたくさんお話ししてください。はい、私はインターネットで規格外野菜とかフルーツを販売していて、来週からは桃が配送するんです。買いたい。そう、だからみんな買ってください。買ってください。買います。桃を食べた。そう、また言っていい？まあ、どうぞどうぞ。今年で今4年目なんですけど、やっとなんかいろいろ分かってきて、どんどんこう梱包とかも上手になってって、農家さんも知ってって、ちょっとどんどん良くなってるので、たくさん買ってほしいなって思います。あれあれ、あの、きれいきれい、もったいないを全国の皆様に届けたいっていう。本当にね、デパートなんかにあの高級っていうか百貨店のデパートとかなんかってね、とか出すようなやつって、本当ちょっと傷があるだけでも、ちょっと曲がっただけでも、そうそう、置けないじゃないですか。もう跳ねちゃうもんね。それ、うん、もったいない。もったいない。味はもう全然美味しいもんね。それを、もったいないから、捨てるのはもったいないから、もったいないを取り入れたい。ゆきさんのが上手に説明できるの。いえいえ。もうずっと応援してくれてるんです。で、今はその今生きた野菜酵素って言って、高知の生姜を使った健康サプリメントの監修をさせてもらってて、そういうのもちょっと頑張ってます。後ろのゆるゆるが可愛いんだけど、あれ、そう、あれ水着じゃないよね。そう、いつも裸って、いつもそう、いつもフェイスブック裸、ほぼ裸。もうお母さん心配になっちゃう、裸すぎて。本当、じゃあ時期着てるから大丈夫。仕事あれ倉庫だから、ピンクの倉庫。そう、そんな感じです。あれ、あの桃は川でやっぱり拾ってきたんですか。あ、そう。川で拾うの。あ、違うよ。桃だろ。ちゃんと朝4時ぐらいに起きて農家さんとこ行って、そういただいて、もう何百キロとかコンテナ自分で運んで、そこ持ってってひたすら詰めるの。ひたすら詰めて黒猫ヤマトに出すっていうのを一生懸命やってます。そうなんですか。すごい。も結構汗だくで痩せるの。だから細いんだ。いやいや、綺麗なのにね。キラキラジャージとか着て畑にいるの。そう、もう本当にか。あの、ね、農業っていうのを覆したと思う、イメージを。農業っていうイメージをね、本当にこの
なりでジャージを着て長靴を履いて、なかなかいないでしょ。こんななんかさ、あのレイディンだかなんかの、ね、キャバ嬢じゃなくて、そんな人が畑にいるってちょっと面白い。だから農家さんびっくりしちゃうね。ピンクのジャージ。お兄さん何者ですかって言われる。絶対言われるから。コメント入ってますね。なんだろう。ゆりかさんいないからね。変わって、かおりさん入ってますね。そうです。皆さんよかったらね、桃買ってあげてください。ゆりかちゃんいる。あ、ここか。ゆりかちゃん。その感じがした。ゆりかちゃんです。ゆりかちゃんと手を柔らかい手をつないでデートして、桃をね、10トンくらい買ってくれたら手をくらいあげるかもしれない。ゆきちゃん、ゆきちゃん。ゆきちゃんって入ってる。フレッシュ、フレッシュ。あの10個買ったら1個くらい桃太郎入ってるんですよね。入ってます。はい、入ってください。言い切りましたからね。小さいおじさん並みに入ってるから。小さい。ああ、じゃあ買わなきゃね。そう、心の綺麗な人だけ見える。いや、そうなんだ。じゃあ見えるかも。見えるかも。多分みんな見える。一番で見えるかもしれないから、ちょっと買おう。お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ次、くにちゃん。井出くにこです。あのミセス、あ、ごめんなさい、もう今日風邪ひいてたよ。もうね、今日くにちゃんね、いつもくにちゃんね、知ってるんだけど、2回目じゃないですよ。もうなんかね、今日すごい素敵な声でね、ちょっと凄みもあるし、もう声なんですけど、すいません、いつももっと可愛い声なんですね。そう、もっと可愛いね。そう、私はあのミセスクイーンコンテスト2017年の、ファイナリストに選ばれまして、私はあの乳がんのステージ4で今も治療をしてます。サバイバー、はい、ね、ステージ4サバイバーとして、ピンクリボン活動をしてるんですけれども、あれ画像が出ますよね、まあ、これがあの患者会のファッションショーの、今画像が出てると思うんですけど、こういったあの患者会の、ファッションショーに出たりとか、でもね、これはね、がんになったら痩せたんですよ、18キロ。頑張って、もう毎日酒飲んでたのを、がまあいけないのかなと思ってちょっとダイエットして、18キロ痩せました。で、まあがんになっても、まあこうやって髪の毛抜けてちょっと辛い時期もありましたけど、やはり女の人ってどんな時でも本当に綺麗になりたいなって思うと思うんですよ。私も本当にそういうふうに思ったんで、で、まあ、ダイエットもしたし、で何かまあ去年新しいことにチャレンジしたいなと思って、あのミセスクイーンコンテストを受けて、でファイナリストに選ばれました。でそれがまあ写真、これこのフラダンスの写真ですね、これ青いのが、で、あ、そうそうそう、あとはまあまあ、そういったことがきっかけで、まあ、今年はあの QVC のゲスト出演をさせていただいたりとか、あとはそうニューセイブリーの、密着取材で、見た、あの20分ぐらい私の特集をしてくださったんですよ。で、まあ、すごくあの反響があって、結構まあ道歩いてて、頑張ってねと声をかけられることも多くなったんですけど、なんか悪いことできないなって感じで、有名になってきちゃったんだね。でもね、ほらくにちゃんが頑張ることによって、同じ病気の方とかがね、また励みになったりとか、私もああいうふうになりたいみたいな、くにちゃんみたいになりたいって思う方がいらっしゃると思うから、くにちゃんはそういうね、あの方のこう先頭に立っていろんなことをやってくださると、本当に本当になんかみんなが私も頑張ろうと思うし、私たちみたいな人もね、まあ、くにちゃんを見て頑張ろうと思うので、本当に頑張ってほしいなと思って。ありがとうございます。本当に、そう言っていただけると嬉しい。本当本当。コメントがいっぱい。コメント、あ、来た来た。ね。じゃあ、かおりさん大好きです。かおり人気人気。ゆきさん綺麗。ありがとうございます。ゆきちゃんちゃんとお話してください。よかった。女神様、ありがとうございます。代表管理人さんだって。すごいね。あ、見てるよ、ゆきさん、ゆりか、ファイティー、ゆきさん、ゆりか、ファイティー、あ、やった、カオリンだと思う。カオリン、高原カオリン、あー、あー、ありがとう。
カオリンかおやすみ、ゆきちゃんありがとう、なんかアイドルになった気分だね。すごいアイドルだよ、ゆきちゃん綺麗だって。ほんときれい、ほんと目が悪くピリピリだった。みんなメガネはかけてみないようにしてくださいね。はい、はい、じゃあ次いいですか、ね、はい、次、はい、あれなんかさっきのあれどこだっけ、なんかガウン治ったのってコメントがあった。あれニコニコ動画だって運びありました、治ったのありました、ニコ動画の方でガウン治ったのって。ガウンはですね、まあもう何でしょうね、見つかったのがねステージ4なんで、正直か、まあ、全身にね、ある状態ですよね、だけれども、まあ広がってないので、まあステージ4でもこんなに元気で生きてるっていう、まあ長生きするつもりでっていう、はい、まあ治ったっていうのはちょっとね、よくがんって5年完治って言いますけど、そう、乳がんに関してはね5年完治ってないんですよね、そう、完治ではない、生存率ですね、5年間治で、がんは、そう、薬はね今5年が10年になって、どんどん伸びてって、で私もだから、まあもっとステージが軽かったら今頃治療を終えて、飲む薬だけで終わってるんですけど、それがまあ見つかったのはちょっとステージ4だったんで、まあ今も3週間に一度分子標的薬、分子標的薬っていう、がん細胞だけ効く、抗がん剤の一種を3週間に一度打ってるんですけど、まあ、それをおかげで、まあ、生きてるんですよね。それを止めてしまったら、転移しちゃう可能性がすごい高いと言われてます。という回答でよかったですかね。やっぱりなかなかね、ピンクリボンは浸透してるけども、なかなか本当なんだろう、サバイバーさんに会う機会ってなかなか、まあ、ないと思うんですね。それで、まあ、私乳がんなんだって言われても、こっちもね、答え方ってなかなか難しいと思うんですけどね、こういうなんかね、話を聞けるっていうのは貴重なことかなと思いますね。本当身近な病気だよね、身近な、私の周りにも、ね、今は本当多いので、誰もがなっちゃうね、病気というか、で私看護師じゃないですか、一応こう見えて、こう見て看護師なんですけど、この乳がんって、まあ、男性ももちろんなるんですよ、女だけのものではないし、で看護学校の勉強の中で、乳がんを発見するのはパートナーである男性が望ましいっていう話、その毎日おっぱい触ってね、相手のおっぱいを触って、満足なんかしてないで、お前ちょっとここ硬いんじゃないかと、こんなとこにエクボあったかと、それがエクボがあるの、へこんだりするの、こういうこと、まあ、後発部位っていうのあるんだけど、そういうのはね、やっぱり傷、私たちがさ毎日こうやってチェックなんかしないじゃない、それより自分よりもパートナーの方が絶対おっぱいを触ってるので、できればその乳がんっていうのを発見したのがパートナーであることがなんかちょっと幸せだよねっていうね、2人でね、なんか、そういうパートナーでいてあげてほしいなと思いますね。ただ触ったり舐めたりしてるだけじゃん。舐めてるねえ、はい、そんな感じです。はい、はい、はい、じゃあ次みゆちゃんお願いします。お願いします。生田みゆと申します。私はサロンを経営しておりまして、お料理教室を皆さんで楽しみながら、ありがとうございます、会場にも、あ、そうですね、今日来てくださった方もいらっしゃるんですけれども、お料理教室を皆さんで楽しみながら、合コン的な婚活的な要素のあるお教室を経営しております。男性と女性で一緒になってペアリングしながらお料理を作って、でこうシャンパンとかワインとか飲みながら乾杯という感じで楽しく交流持ちながら、そこから結構カップルが生まれているという幸せを届けたいなと思って、こういった仕事をさせていただいております。かわいいね、かわいい、かわいい、かわいい、エプロンもかわいい。そうですね、こういう形でだいたい15人くらい、男性と女性同じくらい同じ人数に合わせて皆さんで一緒にペアで、このお料理はこの方と、このお料理はこの方とみたいな形で、こう全員の方とお話しできるような形で、ゆきちゃん行ったら行き
ってらっしゃるぜひ遊びにいらしてください。あのもうゆきちゃんとかお酒参加したいってほら参加したいってあ、ぜひ。あのフレッシュの方も見たいですね、コメント。あ、そうですね。でそのお料理教室はこちら見えるかな、うん、こちらのプレミアムサロンというあのホームページ見ていただけるとこちらからお教室あの入っていただくことできますのでぜひ遊びにいらしてください。でも高いんでしょう、だってほらあお高いんでしょう通販あるあるじゃないですか。通販あるあるですね、こちらは、うん、あのやっぱり男性と女性の出会いの要素が多く含まれているのでその女性からあまり会費を取るということができてなくて、うん、男性今のコメントがどちらの方か分かんないですけど女性は無料でやらせていただきます。行きたい、みんなで行く、みんなで行く、もうすごい、もう原価しかかかってないという形でもう皆さんが幸せになってくれるようにと思って、三田駅から1分で多摩町駅から徒歩3分の場所なのですごく道的にも便利な場所になっています。ぜひ行ってみたい、ね、はい、ぜひ遊びに来てください。こちらでもいいし、あのインスタでもツイッターでも何でもあの何月何日何人で行きたいですとかそういう風に言ってくださったらその方に合わせた人数でアテンドして男性と女性でセッティングいたしますのでぜひ遊びに来てください。独身者じゃなくても参加できるんですか？そうですね、あの婚活っていう日は独身者限定なんですけど、もちろんただそういう独身の方じゃない方の交流会っていうのも開いてまして、これ今お料理教室のあの風景のお写真出してもらったんですけど他にイベントも開いてましてだいたい 6,70 人規模 の, あのイベントで例えば女性30人男性30人って集めて私が皆さんの分のお料理をあの全部作ってお出ししていて、そうすっごい大変、もう給食ぐらいの勢いですごいたくさんのお料理作ってフリードリンク、フリーフードでイベントも開いてますのでもうそういう時もう皆さん誰でも来てよかったりあとそういう既婚者限定とか独身者限定とかいろいろな会に分けてやってますので、はい、もうその日どんなの参加したいとか言ってくださったら、うんうん、もう何でもアレンジできますので、はい、どこに書いてあるのそれは？どこにアクセスしたらいいのか教えて。それあのね、うん、こちらがホームページになるんですけれども、うん、ホームページはあとはインスタツイッターとかであのご連絡くださったら私の方で、うん、あの何月何日何時からあの開催したいって言ってくださったら、うん、もうそこでアレンジしますので、うん、あのどれでもご連絡くださったら OK です。みゆみゆ01とかね、その辺のでやってください。あとさっきお写真出してもらったなんかパオとか、うん、一瞬出してもらったんですけど、まあ、今行きましょう。テレビショッピングに出ていてあのクリスチアーノ・ロナウドさんがこう、うん、口に加えてくるあれ持ってる私あ本当にあの CM にあの今出演してますのでそうなんです、そうなんです、あのパオの CM のリアルタイムで今、どうですやっぱり聞くの？そうですね、結構重さが変えることできるんですけど、うん、なんかこう首をこうブンブン振って結構大変そう結構大変なので効果あるかもしれないですねやってみたら小顔効果ポコちゃんそう、今コラボしてるねポコちゃん。そうですね、でもう一つ画像出していただいたのは、あのポコちゃんっていう、そうライブ配信で今トップライバーとしてやらせていただいてまして、それで今結構皆さんみゆさんって来てくださってる方、ポコちゃんの方がほとんどなんですけど、そこで大体毎月トップの方でやらせてもらってます。でも17もやってるんだよね。17もやってます。なのでポコちゃんみゆで17はみゆみゆでやっています。ぜひ遊びに来てください。もう来てくださったら私バンバン会話しますので、あちょっと待って、17私も来てください。17私もカオリンもライバーです。そうですね、ここ17ライバーが3人。私はポコちゃんをメインでやっていますので、よかったらこちらも遊びに来てください。よろしくお願いします。あとミュウちゃん、あの、はい、ダイエットの続きはどうなりました？
そうですね、はい、あの先月先々月とこちらの番組出演させていただいて、はい、まず5キロダイエット先月成功して、はいはい、すごいからの今日なんですけどからの今日あの先月言っていた目標達成しました。これはおめでとう。ありがとうございます。地道に努力して頑張りました。浴衣が似合うもん。ゆきちゃん早くかそってるね。はい、引き続き頑張ります。よろしくお願いします。頑張ってね。はい、ありがとうございます。はい、で何キロで何キロ何キロにって出ちゃうのね。もう今日は浴衣なので体重測れないので。桃何個くらいですか。あ、桃3個くらい。3個くらいですね。すごい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、はい、私はアートセラピストとイラストレーターをやっているリエコと言います。アートセラピストとか、ま、アートセラピーといってあの絵から人の潜在意識とか心の問題ですとか、うん、トラウマですとかそういったのを見ていくんですけれども、うん、自分のことをもう言葉で語るっていうよりも、うん、絵で描いた方がもっと自分で意識してない部分がどん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 出てきちゃって、でそういうのを、ね、知っていくと身だしなみを整える時って鏡を見るじゃないですか、うんうん、それと同じように絵を見て自分の心を整えていけるっていうことが、うん、できるので。すごい。薬飲まなくて。あ、そっか。うん、私もその出会った時に私こにはいい。私たちには、うん、そうね。私も出会った時にすごいダメな恋愛をしていて、うんうん、それがなんかいい方向に進んでいて。え、嘘、うん、朝日生命の香り。朝日生命の香り、ね、ありがとうございます。分かった。あ、これ私が理解。あ、本当ですか。ありがとうございます。朝日のトップだよ。あ、本当ですか。中本好き。そう、みんなで遊びに行く。蒙古タンメン中本の中本さんです。あ、コメントありがとうございます。ぜひ遊びにいらしてください。ありがとうございます。じゃあかおりちゃん、とりあえずあれだね、あのゆりゆりと3人で、うん、かおりんありがとう。です皆さんもたくさんコメントしてくださいね。もっと書いてください。多分フレッシュすごい来てたよね、さっきね。ね、うんうん、読み切れなかったですね。あそこだったらちょっと読み。はい。で、ごめんなさい。戻りましょう。なんだっけ。絵から分かった。絵から分かった。私もそのすごい良 い恋愛。ダメな恋愛を見せてる時に、うん、アートセラピーでやって、うん、あ、私こんな間違いを犯してたんだっていうのをすごい気づいて。どうだった？で、なんで自分がなんだ、その時分かったのは自分のことをダメな女だってずっと責めていて、で、なんか逆にこう責めてくる男性と付き合ってしまっていて、あ、で、これは自分をもうちょっとこう自分の価値を上げて自分のことを大切にしてあげなきゃいけないと思った瞬間、その彼がいきなりこう別れる方向になって、うん、なんかこう潜在意識を変えたら、違う人出会いも、環境も全部変わってくるんだなっていうことをすごい体験したので、ぜひみんなにもなんかこう、うん、私の人生このまんまだとか、うん、あの私変わらないんだわって思ってないで、うんうんうん、なんか変えようと思ったらいつでも、うんうん、あの変えていけるっていうことをあのアートセラピーを通して伝えていきたいなって思っています。はい、わかりました。実ははい、何でしょう。後でちょっとした企画用意してますので、はい、あ、そうですね、英語先生の話は楽しみね。楽しみで、はい、ちょっと皆さん楽しみにしててくださいね。楽しみ、はい、はいはい、お願いします。はい、はい、ではかおりさんお願いします。はい、かおりんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃん、 あれ、きょうきさんじゃない、あれどれ、きょうきさんじゃない、かおりさんが喋るのワクワク。ゆきちゃん見てるよ、ナビエちゃん。ゆきちゃん、ナビエちゃん、ごめんね、全然いいです。今渋谷と西麻布
で、一般社団法人日本合コン協会の認定飲食店をやってます。はい、そうなんです。なので、あの合コンをセッティングしたりとか、あと合コンしたいお客さんが結構お店を使ってくださってるので、ぜひ皆さん合コンしたい方は、まあ、なんなら失礼な感じですけど今ね、うん、そうか、確かに、なんならとか、なんであの西麻布とかも7対5 7対5、うんうん、そうねそうなんだよ、あの今日番組見た方はあの言っていただいたら、美味しそうなものが、すっごい美味しそう、あれ私だけ行ったことあるの、あ、あります、 あるそう、なんかチーズフォンデュバーベキューやってます。いや、すっごい美味しそう。あの青いあのテラスみたいなところは西麻布なんですけど、ここ会員制なので、あのよかったらお電話くれた方、この番組を見てるって言ってくださったら、あの行っていいの、ここ行きたい、ぜひ、看板も出てないし、一芸お断り、そうなの、やら行きたい、誰か連れてって、だってちょっとリッチなリビングみたいな、うん、そうそうそう、マンションの一室でやってるから、うん、やだ行きたい、ぜひ来てください、行きたい、素敵なメンズをじゃあご用意しておきますね、それがいいそれがいいかも、今ここにいるあの見てくださってる方が入って言ってくれるかもしれない、はいはいはい、お願いします、みんなで行きましょう、うん、あ、くりちゃんもすーさん頑張って、さみちゃんありがとう、ありがとう、吉田の夜に始まります、はい、はい、よろしいですか、よろしい、管理人みゆの癒しボイス、みゆちゃんね、ありがとうございます、また聞かれてみんなイメージが、やっぱ髪上げると変わるよね、そうね、浴衣あれじゃなく、淡谷さん3割増しくらいじゃない、大丈夫、3割増し、5割増しくらい、5割増し、大丈夫大丈夫、全員綺麗だから今日は大丈夫か、香里さんとはいけない、みんな可愛い、瞳だって瞳お瞳瞳ちゃん、瞳ちゃんかな、うん、加藤瞳うんかな、はい、でいいかな、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、はい、ではとりあえず皆さんご自己紹介終わったところで、終わりましたね、ゆきちゃん今日何の日か分かる、7月7日、うんうん、この番組7時から始まったでしょ、うん、でさらに美女7人でしょ、うん、はい、各編なんだと思う、フィーバーフィーバーフィーバーじゃないでしょ、もっともっとロマンチックなことあるじゃない、何七夕、そう七夕の日なので、今日は皆さんにちょっと短冊ではないんですけども、うんうん、ボードに七夕のお願いを書いてもらいましたので、うんうん、ちょっと出してもらいましょう、はい、ね、はい、みんな七草がゆとか言って誰ですか、もうダメだね、七草がゆいいね乗ってるね、いい波乗ってる、どういうふうに、どういうふうに一人一人出してもらう、ね、そうですね、じゃあ、はい、じゃあ短冊、さすがね、なかなか買えなかったんですよ、さすが買えなくて、はい、で順番でいいですか、さっきの順番で、はい、はい、じゃあお願いします、ダダン、はい、まあこれだよね、30倍増し、ありがとうございます、じゃん、見えない。桃がたくさん売れますように、はい、もう買ってる、買ってるよ、はい、買ってるよ、もうスポンサーいっぱい買うので、買ってください、もうすぐちゃん願い叶えられちゃうからね、そう、ぜひ今しか食べられないので、ちゃんから、ね、どうやって買えばいいんだっけ、うん、インターネットでいいネクストで検索すると何個か、そういいネクストアで、まあ、私の桃いくらって、何あれ何あれ、あの弾幕何あれ、4200円です、何個何個で、うーん、大きさによるけど9個ぐらいとかうんうん、うん、でも結構大玉のいいやつを入れてるんで、うん、そうですね、そう、結構大きいの入れてますね、うんうんうん、8か9ぐらいは、よし、今がお買い得ですよ、いや、もう今がお買い得だから、どんどんご注文をね、来週から配送なんで、私山梨帰ってやるんで、すごい頑張るんで、4時起き、この格好でやってるから、この格好でやってるからそれも配信したらいい、もう、あの、うん、輝、あ、配信したらね、ほんと、輝キングを見てる方の注文に限り浴衣で桃を着てます浴衣と、私の愛情を、あ、ゆりかの桃は美味しいよってもね言ってらっしゃる方ね、あ、そうね、大人の会話なの、ありがとう、いつも買ってくれて、ありがとうございます、ね、ね、さんしか分かりません、なんだろうね、桃、ゆりか桃買うからね、だってね、みんな買ってくれるから、ね、多分すぐ願いが叶うと思います、ガーディア、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあくにちゃんお願いします、桃、はい、いくらって入ってるけど4200円、あ、そう、4200円、送料込み
それを込み、2箱買うとちょっと安いです。なんで弾幕になるんだろう。じゃあ、はいはい、グイちゃん。じゃん。グイちゃんは、はい、読んでください。円形脱毛症が治りますように。出たー切実。ね。ね、でも全然わかんないから。あのまあ、うん、ここの下に隠れてるんですけど、うん、それは治療でですか、それともこれはねストレスですね。ストレス治療でまあ一回ハゲになったんだけれども、うんうん、ようやく今ボブぐらいまで伸びて、うん、でそっから、うん、ね、あここまで伸びたってこう、うん、嬉しかった時に、うんうん、円形脱毛症になったから、うん、ショック、うん、ああそっか、せっかくね、うん、大きさは何円玉そう、え、何円玉って何円玉、大きさね、何これ、500円玉を、まあ、結構大きい、でも横よね、楕円形、あ、横よね、楕円形桃食べたら治る、そうかもしれない、桃食べたら治るかな、うん、桃ね、桃いいよね、そう、美容にバッチリ、美容にもいいからね、うん、じゃあ今も円形脱毛症を治すために治療をしてます、うん、うん、そこの部分をなかなかでもね、うん、時間かかるって言いますよね、生えてきてもね、パーパーから生えてくるんだもんね、そうだよね、なかなかね、だから抗がん剤治療で抜けた時もショックだったけど、うん、まあそれは薬だから、うん、まあね、いずれは生えてくるだろうと思うけど、円形脱毛症ってやっぱりこう、うん、ねえ、ストレス、私ストレスなんだみたいな、うん、何がストレスだと思う、え、ストレス、うん、まあやっぱりね、うん、男それだーそこあれが料理教室に行くしかない料理教室胃に来る人と私胃なんだよね、いや私両方来ちゃったんですよ、胃と、いや逆流性食道炎、そうそうそう、頭、生殖障害、そうなことだ、私は胃に来るけどね、お薬に痛いってなっちゃうけどね、そうなんだ、次に行きますか、まあ、でも早く治りますようにだね、うん、はい、うん、はい、じゃあ、はい、私は人間的な魅力をアップして周りの皆様に幸せを届けられますように、さすがエルルやばアイドル、さすがエルル、もう本当に教科書みたいな、なんかね、あれなんですよ、毎日ポコちゃん配信してるんですけど、皆さん本当に私とお話しするのがすごい生きがいだって言ってくださってる方がすごい多くて、本当にこうもそういう風に幸せと思ってくださると私もすごく幸せになれるし、あとまあお料理教室とかでもあの結構もうカップル報告みたいなのがすごいいただけて、カップルになりましたってやつね、そうなんですよ、なんかわざわざずっと言いたかったんですけど、あの時に出会ったあの人と今すごく幸せでみたいな、クリスマスもバレンタインも誕生日も全部一緒に過ごしてますとか言ってくださったり、そういう素敵な報告をいっぱいいただけるので、もうこれからももっと皆様に届けられたらいいなと思って、今年も頑張ります、よろしくお願いします、人の幸せを望む人が一番幸せになるよね、そうだね、やっぱりね、人の悪口とかそういうの言っちゃいけないしね、だからもう自分のねことばかりじゃなくって、みんなのことを考えてあげなきゃ、いいところなんだね、それによって私も幸せをすごく分けていただけるので、桃食べながら料理教室でバーベキュー、ね、コラボでやりましょう、いいね、バーベキュー食べながら心理鑑定みたいな、はい、で合コン、合コンもやって、最高、ありがとうございます、料理食べたいです、バイアンコロさん、はい、お料理ぜひ、それくらい生食堂へ、誰だろう、かわいそう、443年の方だろう、かわいそう、お料理食べたいってみゆちゃんね、え、もうぜひ遊びに来てね、ね、皆さん遊びに行ってみゆちゃんのところに行けば必ず幸せが訪れるみたいなので、ね、皆さん行ってみてください、イベントでは私たくさんお料理作りますので、すごい、遊びに来てね、行って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 、はい、来てね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次、ゆうこさん、私は先ほども言ったんですけど、はい、アートセラピーがたくさんの人に知れ渡り、周りの皆様に幸せを届けられる、ちょっと見ました見ました、こっちからみんなの幸せをね祈ってね、書いてます、見えるの、見える見える、後付けでね、でも気づいた時にやっても遅くはない、そうそうそう、遅くはない、ね、
なんか美味しいこと言うね、今ね。面白かったね、今。ちょっと1本取られた。ほんとなんかアートセラピーって聞いたことなくなかった。ない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 。知らない。やったことない。初めて聞いた。心理のあるけどね、普通の。もうどうですかみたいなね、あるけど。楽しみだから、もうちょっと行こうか。じゃあ、はい、次。はい。今年もたくさんの合コンのお客様が来てくださって、皆さんが幸せになりますように。出たー、出たー、書いてある、書いてある、書いてある。私はね、もう映画を大丈夫だからね。17の矢口まりってさっき書かれてたからね。似てるかも。似てる、似てるかも。あんまり言われたことないけど、私のアイドル、私のオグリシュンの元カノでしょ。そうなんだ。今ちょっと考えちゃった。私のオグリシュン常に妄想の世界に入りましたね。じゃあ私の福山雅治。そう、そういう感じ、そういう感じ。ごめん、薬ください。ゆきちゃんは今だ、多分。ゆきちゃんは今だ、多分。誰がレンなのかな、それともあっちのが元側かな、元側なのかレンなのかな。気になっちゃうね。今が食べ頃。すごいね、今が食べ頃ってすごくない？よくない？あとは腐るだけみたいな。腐る前にぜひどうぞ。腐る前にぜひどうぞ食べてねって。どういうこと？食べて。だから私何したの？だからゆきちゃん、それなんだ。はい、呼んで。今が食べ頃なので再婚したい。そしてみんなが幸せになりますね。え、どこ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 に、私が素敵な人なんだよ。言えないよね。それことによってみんなが幸せになる。みんなが幸せになればなると思うよ。みんな幸せになるよ。ゆきちゃんが幸せになれば、みんな私たちもゆきちゃんおめでとうってなるから、いい気持ちになるもん。そうね、そうそうそう、あの幸せはね、完成していくので、みんなね、そうそうそう。やだ、すごい、私次の出せないじゃん。どうすんの私。ちょっと絡めて、さらに。ちょっとこれどうする、言っていい。ちょっとね、高校生みたいな人がいますよ、高校生。ちょっと見てください。私はね、花晴れっていうのは、ついこの間ね、あのドラマ終わったんですけども、今人気のキンプリの平野くんが出てるドラマなんですけど、花晴れみたいな純愛がしたい、これです。いや、それも見ましたよ。そして皆さんの幸せを。あ、出た出た出た。幸せもお願いします。どう、純愛いいね、純愛いいね、ときめきたいね。だってときめきたいんだもん。キュンとしたらいいね。キュンキュン、会場から笑いが。あれ、何の笑いだろう、何の笑いだろう、何笑いか、何笑いだろう。なんでキュンキュンしてみたい、もう。今日でも七夕だから会えるかもね。やだ、誰にみたいな。どこに行けば会えるんだ、どこに行けば会えるんだ、どこに行けば素敵な人に。ここで行けるかもしれない。あ、ひこぼし、ひこぼし、ひこぼし、行ってらっしゃる皆さんがひこぼし。そう、私のひこぼしは皆さんです。みんな見てくれてる皆さん、みんな見てくれてる皆さん、そう、見てくれてる皆さんで、できるので中野のスタジオにもね、来てほしいんですね、合コン。あ、そうそう、ね、ね、合コンみたいな感じですよ。合コンみたいな感じだから、そうなの。今回はあのこの方々ですけれども、また次回はまたメンバー違いますし、またね、合コンできますから。フィーリングカップル、なんちゃらかんちゃらみたいな。うん、そうそう。知ってる人いるかしら。そう。再婚するならボアベキューフォンデュ。再婚するならバーベキューフォンデュ。これ使っていいですよ。ほらほらほら。浴衣デートしたいだって。浴衣デートしたい、誰が言ってるんだろう。女としてもしてみたい。再婚相手いるんかが、いないんだよ再婚。だって一難らしてるくらいだからね。あ、そうだよね。一難らしてる人は何？いない。じゃあそうじゃなくて、もう時間があるじゃん。あ、そういうこと。あ、スタジオは7対3だって。7対30です。7対30でも7対50でも、あ、何人入るんだっけ、ここ。なんかそこにいっぱい入るから、あとちょっとしか入らないから早く来てください。すごく予約があったらスタジオ変えられるんですよね。あ、ちょっと広い隣のスタジオがね、本当に広いスタジオなんですよ。今芸人さんやってますけども、そこでやるのが私たち夢だよね。夢ね。そう、来月やりたい、やりたい。いっぱい来てくれたらね、大きい会場で。来月、次回ね、次回のちょっとね、イメージも結構大きいものを考えてるんで。そう、
来月ね、来月もうね、花垂れ、花晴れ、なんて言うの、花晴れが花垂れなんだよ。花垂れ花より、花より晴れる、なんだっけ、なんだっけ、本当の、なんだっけ、花のち晴れ、花のち晴れ、花のち晴れっていう漫画のね、花壇の後のやつ、ね、後の後輩たちのね、お話でね、そうそう、もう本当に純愛だったんですよね、もうキュンキュンって感じで、もう本当にね、何歳になっても女はあれの好きだよね、大好き、大好き、ね、大好き、本当にいいね、いい、ああいう恋愛してみたいね、ああいう、もう一回しかしたくない、いいじゃん、ゆきちゃん、どんどんできるじゃん、どうしてできるの、できるよ、妄想だって、それ再婚するんでしょ、うん、ね、したい、願いは叶う、いつまで、来年の7月7日までこの願いってあれなのかな、ね、じゃあさ、あ、そうだそうだ、だからじゃあ皆さん、じゃあもう一回願い事これ持ってお願いしようよ、しましょう、ね、はい、お願いしましょう、じゃあ行きますよ、はい、じゃあ皆さん、はい、手を合わせて、はい、はい、願い事が叶えますように、アーメン、おい、え、みきちゃんどうしたの、アーメン、ナムん、天のシロットシロを合わせて、それはなんだろうな、ま、でも、まあ、ゆきちゃんこんなこと言ってますけども、絶対みんなの幸せが、あ、すいません、みんなの願いが叶いますし、みんなが幸せになりますのでね、うん、これでお開きっていうか終わりにしましょうこの話、これはね、短冊は、ね、そう、皆さんが幸せになりますように、はい、はい、はい、私はもうね、いいよ、楽しみでしょうがないことがもう一個、うん、まあ、ただね、次の話聞いてちょうだい、はい、何、うん、さっきの、うん、気になって気になったしょうがなくないですか、うん、心理鑑定、うん、心理鑑定、うん、心理鑑定、だってそれで見てもらって、うん、変えれば、うん、幸せになるんだよ、だってさっき恋愛がっておっしゃってたよね、そう、だからこの七夕の短冊の願いを叶えるならば、うん、まず私たちの中身を見ていただきましょう、先生お願いします。お願いします。はい、お願いします。楽しみ。楽しみ。バレちゃう。バレちゃう。私が始まる前に皆さんに一人ずつ、あれどうしましょう。宇宙人の絵を描いていただいたんですけれども、宇宙人、じゃこれ一人皆さん持っていただこうかな。はい、ひどいだけど、カオリンと結婚恥ずかしいわ。こちらクニちゃん。はい、ありがとうございます。モテモテやん。ねえ、ねえ、ありがとう。一人ずつ持ちますか？今日は織姫の講師は会えると思います。会えるわ。だって、ありがとう。え、綺麗だね。これ、切れてる。これは、私これ。出しちゃっていいんですね。はい。出していいんですか？出して。はい。ちょっとこれ。皆さん、痛すぎて見せない。宇宙人の絵を描いてもらったんですけど。うま。上手。アイドルで何でもできるんだよ、いい、え、これ食うでしょ、こういう飲み物あるでしょ、あったあった、いや、宇宙人可愛いかもしれないじゃん、私たちすごいね、これはなんかさ、縁とさ、中身の色々さ、どっちが先だったんだろう、見れちゃったのある意味すごい、なんか犬がいる、でも犬もいるし、アリもいるの、すごい、細かい、細かい、たくさんいますよね、え、シンプル、シンプル、すごい、だって日本の旗持ってるよ、日本人なの、あ、なん、新日な宇宙人、そうそう、日本人な宇宙人、ゆきちゃんのはね、私はどう見てもドクロにしか見えない、ドクロベにしか見えない、いやいや、ちょっとやばいよ、皆さん見て、何ら変わらない、いや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 、色が違うだけで、可愛いから、だからちょっと、マサユの可愛い、すごい、同じじゃないかな、似てるよね。可愛いと思うんだけど、まあ、でも私が一番濃いです、はい、チェリー先生、はい、お願いします、でこの今日書いてもらった宇宙人から何が分かるかというと、はい、恋愛パターンっていうのがその人の恋愛パターンっていうのが分かります、でさっきあの再婚の話もね、恋の話も出てたので、はい、参考にして緊張できるかな、恋愛のパターン、恋愛パターンですね、シンプル、うん、シンプル、シンプルで、うん、あのまずそうですね、なんか共通する映画もあるので、うん、ちょっとみんなでいっぺんに一人ずつと思ったんですけど、はいはい、いっぺんになんか説明していきます、はい、でまず宇宙人から見ていくんですけれども、はい、宇宙人を縦書きにドーンと書いてる方3人、私、これはですね、私ってなんて魅力的なの、私、私、まあ、私たちミセスクイーンですからね、なんて3人アイラブミーです、すごい、私は見て
って無自信があるっていう感じのね、縦書きは横よりもパワーがあるっていうか、縦でしか思わなかったもん私も縦しか思わなかった。当たってるなだって、当たってるなだって、え当たってるな、当たってる、当たってる、そんな感じ、ね、私も縦しか考えなかった。私も縦しか考えられなかった。ねえ、横に書こうとは思わない、思わない、自信と魅力、横にしか書こうと思わない、なんか私も横って思ってしまいました。逆に横に書くはどういうこと、横はまたちょっと横も似てるよ ね、 ね、そうですね、横に書いた人たちも背景の書き方とかも全部似てるんですけども、ね、あのちょっと先にちょっと縦の方からちょっとお話ししていくんですけど、はいはいはい、あともう縦に書いた人たちは、うん、でも全体的に色が濡れてないのはもうちょっと塗ってない、確かに白白白が多い、ね、本当だ、これはちょっと、うん、あの周りのことにとらわれすぎて自分のことをちょっと、うん、あの粗末に扱っちゃってるかなっていうか、うん、周りばっかり見ちゃってる、特にあの私目をがっつりこう目がっつり相手の男性のこともとにかく見るわみたいな、いや見るわっていうすごく言う人のことを目でっかいですよね。目でっかい、うん、こちらもちょっと黒いけど目がすごく目立ってるのも、うん、そう相手のことをすごく見ていて、じゃ 目はあるんだけれども耳がないの、耳ない、人の話聞いてません、ね、宇宙人耳ないよないよ、全員ここでは書いてないんだけれども、みんな書いてない、残念ながら書いてないですけども、私はこう耳を変えたりとか、こうアンテナを、ね、宇宙人にこうアンテナを変えたりする人とかいろいろいるんですよね。誰も人の話を聞かない、誰も聞いてない自分だけすごく人のことは見てるんだけども、そう人の話は聞いてないとあと口もないのがね、口あるけどね、口あります、口もないないのもあんまり言わないかな、自分の気持ちを表に出して相手に伝えられないっていうのがちょっとあるので、私言っちゃってる、ちょっと言っちゃってる、やばい、だからもっと自分の本心を相手に伝える、口を大きく開けて、口を大きく開けて、そう伝えたりとか、あんまり口だけ大きいとなんか今度うるさい人になっちゃいますけど、そうか、怖いから書いてるといいの、書いてる、書いてる、笑ってるよ、書いてる、書いてるの、じゃあ私とゆきさんだけ書いてる、書いてる、うん、そう、二人で書いてる、書いてない言わないんだよ、気持ち言わない、気持ち、うん、言わないかもしれない、言わないかもしれない、なるほど、ちょっといい子ちゃんになっちゃう、うん、部分とか、うん、ね、ラッシュってタイムラグが低い、だから陰気脱毛症になっちゃう、ありがとう、もうちょっと自分のこと、自分の気持ちを言うと、言っていたわってあげるというか、自分のために自分のことを発信してあげるといいと思います、それとですね、あと UFO を描いてる人も結構いるね、こちら MC の2人が UFO を描いて、描いてない、なんで、なんで、私は森なんだよ、え、これ UFO なの多分 UFO だなと思ったびっくり、これ UFO UFO あるよ、私たち書いてないんだよ、書いたパートだけで私は森にいるから、鳥に来たって、 UFO っていうのはあの自分の一番いい質っていうか、心っていうか、綺麗な部分、魂っていうか、まあ、ちょっとあの、アートセラピー、ユング心理学ベースなんで、まあ、セルフっていう言い方をするんですけれども、相手のなんて言うんですか、家柄とか肩書きではなくて、ちゃんと本質を見て相手を見れるっていうか、選んであげられる、すごい大きい UFO 描きました、ね、むしろ UFO か、 UFO ちょっと何、もともと友達めっちゃ褒めてるから、メキレース的な、ね、言われてますね、模範の絵みたいな、ね、なんか知らないで描きましたこんなでかい UFO 描いちゃって、本当自分のことも多分いいところ見せられるし、相手のこともどれに対して見てあげられる、目もクリクリ大きいですしね、はい、目大きい、いや目もクリクリ大きい、あ、でも大きい、ほら大きいよ、横に大きい、人のことはすごく見てるんだよ、横に大きい、なん
と、あとそれと宇宙人が皆さん結構頭の方が大きかったり、頭がでかい、うん、頭が大きい、頭でっかしというか考えすぎ、恋愛をと頭でしちゃって、妄想をしちゃう、妄想型だって何、はい、どうぞゆきちゃん、これまで宇宙人的な例えを見てきたものってさ、うんうんうん、そのイメージで描いちゃうよね、うん、あー何、あーこれね、うん、こういうの話、ね、そうそう、うん、そのなんだろう、宇宙人ってグレーでこんなもの、うん、っていうのはやっぱりそれも社会から植えられた概念みたいなことで、うん、うんうんうん、そうなんですよね、そう、概念の中で生きてるっていう感じ、うん、自由感がない、うん、という、うん、という、診断をすると、ね、ここに書いてあったんです、ちょっと私は可愛いかもしれないですね。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。これはラッコかクー。クーでしょ。めっちゃ可愛いこの二人の、うん、二人はですわね、あれですよ。この小悪魔的な感じで男性を誘惑する。ちょっと待って。二人とも合コン合コン系じゃないの？合コン系だ。やった。クルクルっとして。甘え上手さんですね。なるほど。可愛い。そうならなくちゃんとありがとう、変えなくちゃいいよ、ダメだよゆきちゃん、多分人のために尽くしすぎてるっていうところがあるんじゃないかなと思うんですね、そうなんだ、そうなんだ、宇宙人で横にハートがあるのはどういうことですか、ね、ハートは愛の象徴なんです、愛たっぷり、愛たっぷりなのね、愛が欲しい、愛が欲しいのか、自分にもあるから欲しいのか、うん、でも今最高潮で欲しい方を強いのかな、欲しいんだよね、そんななんかこう色で綺麗にしてあげたいよね、なんかときめきでいっぱいで、綺麗な色の宇宙人に、私森なんですけど、森で背景なんです、うんけども、うん、これ背景は相手の肩書きですとか、うん、あの物理的なところとか、うん、自分の恋愛価値観のところを表すんですけども、うん、背景キーこれ2本書いてあるの、多分相手の方のこう、うん、なんていうの、お父様とかお母様とか家柄を見てんじゃないのかなって、うん、結構ね、結構まさよちゃんうるさいよね、うるさい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 っていい意味でね、それはダメだよとか、あれはいいよとか、ちょっとあれますジャッジしてくれ、日本はここにも家があるのでこれもちょっとお家柄、ちょっと相手がね、家柄ちょっと確認、確認ね、確認します、特にね、家柄ね、確認しますがこだわりはない、地球単位なんで、地球単位で規模がすごい、さすがアイドルとの規模がでかい、規模が大きい、すごい地球単位で書きました、クリちゃんは、ね、日本の国旗、日の丸も日の丸だこれはね、日本国旗っていうなんかね、本当に頑張り屋さんっていう象徴だと思う、でも頑張り屋さんだもんね、あ、私自身が、頑張り屋さんじゃん、頑張り屋さんすぎからちょっとね頑張りつつも楽しみも入れながらっていう感じ、で長いこと、ね、仕事戻りますだって、仕事戻ります、うん、ありがとうありがとう、誰だろう誰だろうね、やっぱ日本の国旗ってそういうことなんだね、そうなのね、そうだ、なんか頑張って代表で頑張ってるっていうか、ね、そう、なるほどね、当たってるかもみたいな、当たってんの、当たってない、当たってる、そうそう、過ぎちゃうから男性と付き合った時も私が尽くすみたいな感じ、ああ当たってる、うん、尽くしちゃう、こっちは甘えるタイプ、あっちで甘えるタイプでもゆるゆりもちっちゃい子に、地球でしょこれ、地球、地球、桃じゃないよ、桃じゃない、桃ないな、うちはお野菜とかに、お花、お花と犬、お花も愛の象徴なんだけど、犬、犬もいる、あ、ワンちゃんの可愛い、ワンちゃん上手、そうですね、お犬が連れてる、犬連れてるのと、トコイもちょっと甘い子さんですかね、あらま年上の男性が好きなんじゃないかな、当たり、当たり、年上の男性にぺったり甘えたいわっていう感じ、でもまだそういう年だよね、どういう年だよねお姉さん的な、お母さん的な発言、もうそろそろ司会じゃない、そうね、うん、で、あと、そうだ、アリさん描いてるの、うん、すごく珍しいなと思って、うん、あの、これ頼りたいと思うけど、すごいこれもアリも働くっていう意味ですね、いや、怖くない、怖い、怖い、怖い、めっちゃ頑張り屋さんなんだよね、確かに、働いてる、
てないですか。なかなかアリかからそう、ね、アリってなかなか気づかないし、細かいこともすごく気がつく、うん、頑張り屋さんですね、うん、そうだって宇宙人なのにめっちゃ地球人じゃん、すごく可愛いじゃないかっていうタイプですよね。男性も甘えつつ、うん、すごく頑張り屋さんで、わかる気がする、うん、ね、頑張る、やっぱ出るね出るね出るね出るんだよ、ね、なんか、ね、不思議ですね、面白いですね。もっとちゃんと書けばよかったかな。宇宙あり、宇宙犬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 、あ、このワンちゃんね、可愛いよね。そうだ、宇宙に犬がいるって感じ。宇宙ありと宇宙犬可愛いね、うん、グレー使っちゃうよ ね、 ね、そう使っちゃうよね、すごい真面目なんですよね、だからグレーでちゃんとグレーで宇宙人、宇宙人グレー、ちょっと宇宙人グレーじゃないかもしれない、ね、グレーじゃない、全然可愛い、全然関係ない、あ、本当だ、だって見たことないから固定概念だ、そうか、見たことないから固定概念、私たちはなんか植え付けられてやってんだよね、みーちゃんなんで緑選んだのかも、そう、私なんだろう、なんで緑はやっぱ癒しの緑だからじゃないのかな、あー、ハートの色、緑ってハートの色なんですよね、ゆきちゃんが真面目、心の色だから今ハート、なんだろう、愛を持って人になんか頑張る活動をしてるのと、やっぱみんなに尽くす、さっきもその頑張って尽くすって言ったけど、頑張る愛の人っていう感じなんじゃないのかな、愛がある人、なんか当たってるな、私はみんなお友達なんだけど、うん、なんか当たってる気がする、うんうん、全員を知ってるけど、そうだね、うん、ゆきちゃん今日のメンバーみんなゆきちゃん知ってるからね、うんうんうん、当たってる、ちょっとこの続きはね、本当なんかもっと占ってもらいたいし、うんうん、私はね、うんうん、皆さんもねやってもらいたい人は、うんうん、ぜひ、最後ね、告知のところでまたとかディエゴさんのとこにね、うん、行けばいいのかな、うんうん、なんか連絡、はい、うん、連絡をして、ね、うん、なんか見てもらったり、フェイスブックとメールアドレスも、あー、はい、ここでね、ここでちょっとご連絡取って、はい、うん、見てくださいって言って、柴田玲子さんで連絡して、あの、鑑定してもらってくださいね、はい、また最後の告知の時にね、詳しく教えてもらいます、ね、そう、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、じゃ次は、うんうん、次行っていい、次行っていい、はい、じゃ次は B 辞書の B ミセスの辞書のコーナーですよ、企画盛りだくさんだね、盛りだくさん、でもこれまでできましたね、ここまで行かないかと思ったけど、うんうん、できた、できた、はい、よいしょ、説明してください、ゆきちゃんどうぞ、はい、立つ、はい、はいはいはい、行きますよ、この美辞書、はい、もうあの、はい、ん、はい、じゃあ、はい、ここからは企画のコーナーです、はい、これは、はい、美ミセス辞書のコーナーですよ、皆さんお願いしますね、はい、はい、ゆきちゃん説明お願いします、はい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 、皆さん番組はみんなご存知かな、ご存知、ミュージアムはやったことあるからね、私はやったことあります、うんうん、一応まあみんなもね、あのいつも私たちの番組見てくれてるから分かってると思うんですが、うん、説明させていただきますね、うん、はい、この中にあいうえおの50音が入っています、はいはい、でブルルルルポンって一枚引いた文字、うんうん、それに、うん、例えば、うん、手、手だったりました、はい、そしたらその中から、うんうん、美しい言葉を、うん、うんと競っていただきます、うん、大丈夫ですよね、美の、ね、大丈夫よ、美を連想する、例えば美人が7人もいるんですよ、ティアラ、うん、ティラミス、ティファニー、ティファニー、うんうん、全てなんか美にこう、うんうんうん、連想できますよね、うんうん、天狗とかわけわかんない、天狗とかね、そう、そういうのはもうダメなのね、ダメなのね、美しさだけで競っていただくんで、うん、大丈夫、今日は任せて、うん、こんだけ可愛い子と美しい子がいるからね、お願いします、うん、あ、だけどほらボードボードボード ね、さっきの七夕のやつを消し消ししてね、消し消ししてね、はい、消し消しして、はい、後ろ回して消し消ししてもらって、何が出るかわからない、いやだゆきちゃん変なの聞かないでよ、今までちょっと男性のねゲストにやられちゃってるから、美しい言葉お願いしますね、誰が美しいか
本当に競いますよ今日は。はい、いますよ。はい、どうぞ。はい、お願いします。バババババババンバン。や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 で。やで綺麗な言葉。やで綺麗な言葉。皆さんもであのニコ動とかウレス見てる方も消して消してとか消し消ししてだ。いやいや美しい言葉、うん、美意識、美意識の高い言葉、いや、ね、美意識の高い言葉、いや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 、なんだろう全然ねえねえよ。一応すみません、番組なんで沈黙とかやめて。難しい。美意識高い言葉。そう、美意識の高い。だからなんかあったー。いつもあったっていう。すごい。私ね、持ったどーみたいなと思って。いや私ね、まだダメ。やっぱダメかも。ダメかも。ダメ、ダメだ。出したい。もう。出したい。出したい。これ絶対ね。みんな大丈夫ですか？え、隠れないで。え、カメラをこれ隠れないでよ、隣に見てくれて。私ね、ダメダメダメ。ダメ。今日もダメ。私先に書きましたよ。美味しそうだ、すいたわ。もうね、ご飯しか出てこない。私ね、もう全然ダメ。もう普通のことしか出てこない。はい。もう降参もしょうがないかもしれないけどね。もうそろそろ頑張って。皆さん、書きました？はい。はい。これ絶対私一番ですよ。そう。すごい自信満々。じゃ最後にどこよ。いやもうヤホー、ヤホーで調べました的な。ヤホーで調べました。面白い。2933743の ID の方。え調べました的な。どなた？何？誰？誰？じゃヤはなんだろうね。誰だろう。面白い。ヤホーで調べてなんだろう。ヤホーで調べたんじゃない？なんだろう。ヤホーだよ。2933477433どなたですか？いいのかな？いいのかな？じゃあとりあえずほらみんな出してください。せーの、はいはい、ババンババン、はい、全然ババン、はい、ババン、はい、ちょっと見っていきましょうね。あーあーすごいすごい、あーすごい、あーなるほど、自信満々だったか。これはひらめいたやつ。ひらめいたの？ひらめいたの？ひらめいたの？みんなこのドラマ見てたはず。ひらめいてないの？ひらめいてないの？ももね、もも、ももね。美人なの。弥生県で食べる美人。それ、座布団三枚。弥生県で食べる美人。ラーメンですかみたいなね。で、はいどうぞ。みゆちゃんは？みゆちゃん結構いつね、この2回ずっと。みゆちゃんまでだから先にマサイちゃん行きますね。山どうやったらこっから似てるじゃん。ね、でもほら山に登る人って綺麗な人多い。山がある。山があるの世話だな。無理やりやな。はい。柔らかい女性。女性。あ、拍手ありがとうございます。拍手入っていいですか？ありがとうございます。本当。やっぱ男心を見せる。すごい拍手。すごい拍手。すごい拍手。すごい。なんで？なんで？何回し物？え、すごい。なんで？すごい。なんで？ありがとうございます。私なんでけど。私なんでこれ。変わってもらうしかない。急に拍手。いろいろあるね。優しさ。全然優しい。でも優しさも可愛くない？なんかよくない？柔らかい女性、優しさ、山田レシコ、弥生県、山梨の空気、これはまあ美味しい。でも肌よくない。山、まあ山があるみたいなね。でもこれちょっとあっちからも来てます。夜行、夜行っていうのがコメント来てますね。レンからね。夜行ね、夜行。うまいみゆさんだって。ありがとうございます。うまいいただきました。ありがとうございます。これ男の子。皆さんは皆さんはこの中でどこ誰推ししますか？人じゃないですよ。この文言で、ね、文言で文字で何推しか。まあ後ろの柔らかい女性か優しさか大和なですけど、その3つの取り方じゃない。そうですね。ただ美しさっていうとやっぱり私はこうかなと思うかな。
みんなさん、ここちゃんなんかまあ心の美しさみたいな、ね、ね、どうですか、大和なでしこ浴衣着てるしね、みんな今日ね、今日の浴衣にはぴったり、ゆうさんの柔らかい女性って書いてあるよ、 ありがとうございます、ゆうちゃんのファンですね、やっぱり推しを推したくなるよね、あー、そうか、それはね、それはそうか、そうか、でもここ会場みんな会場会場あ、手挙げて、ありがとうございます、みんなこっちに来たの、推しがいた、ありがとうございます、さすがやる、まあちょっと私じゃあ、じゃあどうする、じゃあ、いやー、やっぱりここはちょっと今日みんなで浴衣も揃えたことだし、うん、本人も自信満々だったし、まあ、そこ行く、そこ行っ、うん、ここがだって似たような感じになってしまうから、ね、やっぱちょっとパキッとしてるかなと思って、うん、これはちょっと、はい、やっぱ日本人として残したい美意識の高い矢、はい、はい、大和なでしこ、はい、決定、大丈夫です、大丈夫です、はい、柔らかい女性、本当皆さんすみません、 聞いといて採用してないっていう、ね、あごめんなさい、むしろむしろむしろくらいやったらないですよ、めちゃくですよね、多分、はい、あのあれだよね、みゆちゃんが山って書いててもみんな山ー、山が山がいい、あーそっか、そっか、ありがとうございます、そうか、そうか、そうか、もう一丁いっていいですか、もう一丁、もう一丁いくよ、2文字くらいはやらないといけない、はい、もう、はい、心、頭、はい、切り替えていきます、バラバラバラ、はい、何なーな、難しくなった、なー知ってますか、これ、誰の真似か、誰の真似か分かる人、はい、グズガンマ、誰、違う、なんて、どういうとこ、グズガンマグズガンマ、なーって、あのさ、なー、なに、ハイスクールララバイ、ゆうちゃん、お友達じゃん、長谷さん、うん、そう、お友達じゃん、ね、お友達まで行かないんですよね、あ、うん、なーって昔は、ね、知ってるくせに、知ってるくせに、知ってるゆるゆるは知らない普通を、普通をくんが、普通をくんが良い子悪い子、普通の子、普通をくんが、うん、なーってなー、美意識が高いってことだよね、なななななな、なんだっけ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 、サクッと書いてもらって、新規タイムソングだ、はい、なな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 、もう書いたよ、はいはいはい、はい、みんな向きで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 向いて向いて、書きました、もう完全に諦めてる人がいます、私ちょっと今回いつもより色くかけたよ、せーのでいきますせーの、はい、バン7の大仏深いね、深いな、ビンと絵がやばいね、これ絵がなんか頭のこのブツブツがね、大仏の足の裏だよね、足の裏、頭だよね、頭の裏だよね、頭なの、頭なのこれは、うん、絵心がない、絵心がない、みゆちゃんは滑らかなお肌が、はい、女性らしい感じで、うん、流し目、流し目、目七色、色と泣き顔、泣き顔、どっちかにせえ泣き顔ってそそりません、私ね、だから涙なの、違う、あちょっと待って、私さ、このサッカーあったじゃないですか、あーワールドカップ日本負けたでしょ、負けたよ、あれ男泣き最高じゃなかったです、いや私は西野監督推しだから、あ私は西野監督、西野監督を、まあ、しか見てなかった、ごめんね、もちろんもちろん西野監督推しだけど、うん、やっぱ男泣き、まあ、もちろん女のな、うん、涙も男泣き、女の涙もいいけど、綺麗だけど男の涙も、男泣きもね、やっぱすごいと思うし、うんうん、涙僕、うん、あれ、うん、あれ、なんか七色だって、七色、涙はちょっと好きだな、泣き袋ある、泣き袋あるから、じゃあ、じゃあ、すいません、皆さん、皆さんの意見、何がいいでしょうか、何がいいですか、まさかの納豆とか、え、滑らかな、ありがとうございます、おかしいな、なんか、なんかやばいね、なんかもうそれはなんか個人的感情っぽいので、違う違う、じゃあ、じゃあな、言ってみてください、出してください、違うもので、納豆、七色、あ、レインボー、納豆、納豆、
そうだね、納豆がいっぱい来たの。納豆ほら、やっぱり納豆来たの。そうだ、外見で判断してないですか、それ。大丈夫な。そう、外見をし、納豆納豆納豆。外見で同じ人だけどね。同じ人や。確かにイソフラボン、イソフラボンとか。やっぱ滑らかなお肌が。絶対なんか見た目で選んでるわ、これ。絶対若い方とか、若い子とか。ダメじゃん、ゆきちゃん、ダメじゃん。バレたか。バレとるわ。ダメじゃん、私たち。ごめん、納豆100回混ぜるのはちょっと、私も該当者なしだけど。美意識高いじゃん、100回も混ぜる。美意識というか、もう。でも美味しくなんだよ。うん、納豆キーゼもね、増えてね。そう、納豆キーゼ、そう。結構いい。そう、結構いいんだよ。美意識高くない、うん、結構いいんだよ。なとじゃどっち？納豆と滑らかのお肌で競ってるわ。もうマジか。もうちょっと奈良の怪物とか誰か言ってくんないかな。誰も言わないで。みんな同じコメント書いてる人。あ、すごいね。もう一人が書いてるからね。ナタリー・ポートマン。ナタリー・ポートマン。該当者なし。該当者なし？ナタリー・ポートマン。ナタリー・ポートマンがわからない。あの女優だよね。レオンのマチルダ。ああ、お、どうしよう。どうする、どうする。せっかくコメントくれたから、ナタリーポートマンと、ちょっと私の滑らかのお花ばかり、私のちょっと涙と本当初の七色とら辺で、私また滑らかこの辺で絞りたいんですけど、どう。じゃあ視聴者の方にあれじゃない、手挙げてもらう。多数決、はい、こっちの会場、うん、あ、こっちの会場、人数は言わず、たくさんいる会場の皆様に多数決、ね、じゃあスポンサーすいません、スポンサー、ね、やっぱりこの地元のね、2021日本サービス。納豆と並んだと2つ考えたんだけど、うん、でも七色がいいね。レインボーですからね、やっぱり。あ、私2勝ですけど大丈夫ですか。あれ、あー、なんだよ、マジだ、ごめんなさい、すごい。しかもなんか縦書きっていうのがまたいい。あ、そうね、うん、じゃあ今回は、うん、な、今回は美辞書な、な、七色採用です。おめでとう、すごい、かおりちゃん2勝じゃん。ごめんなさい、初めて来て、お願いします。すごい、すごいね、ね、七色の納豆だね。七色すごいな。七色の納豆すごいね、食べてみた。七色の納豆。8時17分になってきました。わかりました。はい、早くないですかね。実際に見てみるとね、早いですね。早いね。そろそろ、はい、あらら、私の可愛い、それでは、はい、では皆さん、それではもう時間が少ないんですけども、皆さんそれぞれ今日告知したいなと思うことがあると思うので、うん、うん、順番に告知を言ってってください。お話しください。はい、どうぞ、はい、私は来週から桃が発売されるっていうか、もう予約受けてるんですけど、うん、桃とぶどうと、うん、8月末まで一生懸命やってるので、はいはい、よかったら買ったりとか、はい、お中元で送ったりとか、うん、いろいろお願いします。はいはい、応援してください。はい、皆さん買ってくださいね。さっき書いてあったのかな、あの買うところ、楽天やってる？楽天やってない。もう自分でホームページ頑張って作って、今お買い物ページも一生懸命パソコン頑張ってやってるんで、それ。E-NEXストアで検索して、Facebook もお友達になってください。うん、お願いします。たまに買ってくださいね。はい、よかったら買ってください。はい、では、はい、私、今月7月の22日に、お、うん、もう買うって。第8回 KSHS 全国大会っていう、うん、これ乳がんのセミナー、はい、もう1日がかりのセミナーがあります。で、本当に有名な医師、12名予定をしてるんですけれども、が、まあ、講演されて、かつ、まあ、再建を考えて、まあ、乳がんでほら胸を手術して、まあ、再建する方も多いんですけど、実際に再建された方のこうおっぱいをですね、こう胸を触れる、チャンスもあるというか、うん、そうなんだ、
お男性はダメですよ。男性はダメですよ、うん、そういうあのやっぱりあの今って本当医療あの医療の技術ってすごいんで、本当にその実際にされた方の手術された方の胸を触ってで、あの勇気づけられるというか、で私はもうそのボランティアのこの活動をあの今中あのなんですかね、噛んじゃいましたけど、何でしょう。まあ私は今リーダーと、うん、まあ、リーダーっていうのもなんですけど、うん、携わってまして、うん、まあ、それが4月の22日、うん、都市センターホテルでやりますのでよろしくお願いします。センターどこにあるんですかね。これはね、あの永田町ないしは半蔵門ですね、うん、が最寄り駅なんですけど、うん、ちょっと興味ある。これもあのチケットは E プラスで購入ができます、うん、はい。カップルで行ったりとかねしてほしいですよ ね、うん、ですね。できれば、うん、あの、うんうん、女性だけじゃなくて男性もぜひ来ていただきたいです、うん、はい。なんでそういうとサバイバーになってからじゃないとね、うん、なかなかそうだけどね、うん、何かきっかけとして、うん、まあ、そういうの発信してるのがまあまあね、ミセスクイーンもそうですしね、うん、そういうコンテストごとの人はね、そういうの発信をしてますのでね、うん、はい、よかったら、ね、費用はいくら、費用はいくらですか。費用ですね、これはですね、2500円です。はい、お話を聞いたりね、触ったり、うんうん、ね、本当に1日がかりで、たまらない体験、はい、はい、はい、男ダメなのか、てんてんてん、行きたいのね。聞くことはできるんじゃないですか。聞くこと、お話を聞くこと、触れない、おっぱいは触れない、おっぱいは触れないです。見たり触ったりはダメ。それは帰ってパートナーの勉強してからこう実践ね、うん、実践、うん、いいこと言う。男の被験者のは触ったりできない、どんな感じなのか。なかなかいないんでしょ、うん、男性の乳がなかなか本当にいらっしゃらないんですけど、まあね、稀にいるんですけど。ゆきちゃんは触る目的やちゃうわ。そうそう、でも男の人多分男の方が言えないかもしれないですね、うん、患者さん、うん、やっぱちょっと女性の乳房が、うん、女性乳房がもしてくるのかなと思いますしね、うん、カオリンがずっと健康になりますようにだって、なんかいいね、あなたは幸せになりますよ、本当人のこと願ってるから、うん、ね、うん、はい、じゃあみゆちゃん、はい、はい、タミユで、お料理教室合コン、先ほどご紹介させていただいたお料理教室合コンとか、あとイベントとかたくさん開いておりますので、もしよろしかったらインスタグラムでもツイッターでもいいのでご連絡くださったらいつでも開催できますので、ぜひよろしくお願いします、はい、あとポコチャと17もライバーさん、あのリスナーさん、まだまだたくさん募集しておりますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください。得意料理は何ですか。得意料理、何でも作るんですけど、うん、本当にその日その回によってもうフレンチだったり、あのメキシカンだったり、いろんな国のお料理を作ったりとかするので、何でもできます。フルコースで作ってます。すごいな。だから食べたいって言ってくれたら、もうそのお料理を用意してお待ちしております。皆さん行かれてくださいね。はい、ぜひお待ちしてます。はい、じゃあディエコさんお願いします。はい、私はさっきの宇宙人の絵よりも、うん、とその人のことを深く見ていく、宇宙人の絵じゃないやつ、1対1で対面セッションを行ってますので、うん、興味がありましたらこちら Facebook とメールの方ご連絡いただければ、はい、あの女性限定ですけど、あの一緒に問題解決ですとか、うん、自分の成長のきっかけに役に立てればと思ってますので、うんうん、女性限定なんです。もしも男性見てもらいたいとき、うん、例えば、うん、メールのやり取りだったらできたりしますか。メールのやり取り、そうですね、うん、メールの書いてもらってメールのやり取りだったら、写メで送るとか、うん、そうですね、うん、あとまあ、なんだっけ、ズームとかでお話ししたりとか、うんうん、ズームって何ですか。ズームってネットでこう見ながら、とか絵を一緒に見ながらお話ししたりとか、一覧のやったらいいのにね、すごいライバーね、ライバーね、ちょうどでね、いいと思うな、ぜひポコちゃんに見れないのか絵を、絵を見えない、みんな写真にあげてもらえばいいんじゃない、
写真にあげてもらうか、写真にあげて新ポイントもらったらいいますよ、うん、地震地震だ、地震、揺れてる、揺れてる、地震だ、え、まさかの、めっちゃ揺れてる、まさかのめっちゃ揺れてる、めっちゃ揺れてる、ね、揺れてる、やばい、地震、これ速報とか出るのかな、衣装会お願いします、ありがとうございます、皆さん行きたいですのコメントありがとうございます。キャラクターはどんな感じですかって、どういうことだろう、あ、私、うん、あ、そうだ、私全然イラストの話聞いてなかった、確かに確かにあのラインスタンプを作ってるんですけど、そこが心配されてるあのオーダーで受けたまった、やばい、自信って、すごい、いくらぐらいでやってくれるんですか、まだ動いてる気がする、40万、そんなに、そんなに、まだ揺れてる気がする、ね、そんなに、うん、揺れてる、そんなに、皆さん40万円で8万円でできるそうです、あの LINE の画像、絵も描いていただけて、え、8万円、うん、40万円、そう、 LINE で40万円だったら全部込みで、なんか利用者の人が10万円ぐらいでやってるので、うん、それよりちょっと特別価格ですね、うん、え、40枚っていうのは、うん、あの LINE のスタンプが40柄だから、そう、でもあのあれによって金額違うじゃん、なんか 8種類なのか十何種類なのかによって、それ申請の金額じゃない、絵を描いてもらう金額、うん、だよね、うん、そうそう、私がそうそう、それだけ描いた後は申請してくださいって、うん、買う方の金額はあのまた8個とか動く動画とかもまたちょっと違ってきちゃうから、うん、値段、あのあと多分LINE スタンパーの人は多分40個、うん、あと業者っていうか、うん、企業の人は多分半分ぐらいでやってると思う、うんうん、みんなが買ってくれたら安く、あ、うん、そうですね、うん、じゃあぜひこれを機にみんな LINE スタンプを発行しましょう、はい、うん、イエーイ、はい、カオリン助けに行かなきゃだって、そんな感じだから、はい、はい、カオリンです、皆さん、はい、カオリンごもちでインスタ検索してください、なんかストーリーとかも上げてるんで、はい、であとお店の配信とかもしてるんで、よかったら皆さん、はい、バーベキュー行きたい人とか合コンの依頼がある場合は言っていただければ、私あの女の子この LINE グループを何百件とか、あのみんな含めると何千、4000人ぐらいに回せるんで、うん、何かあったら、はい、いつでもキャスティング以外でも何でも言ってください、あとは、はい、はい、合コンもいつでも夏なんで、はい、バーベキューしに来てください、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、あ、自分でよくの、私たち、私が行った時っていつもこう自動的にもう焼いたのを出してきてもらってるんだけど、基本はみんなで焼いてもらうんですけど、うん、あ、そうなんだ、焼いてもらいたい、こうみんなで一緒に焼くと愛が芽生えるっていう、分かる、共同作業、すごい、えらい、共同作業大事ですよ、すごい、それで、まあ同じことだよね、そうやって手取り足取り腰取りみたいな話でしょ、腰取り、腰取りましたね、はい、ね、そうやってね、優しさとかが分かりやすく出る場面、うん、ね、そう、ね、その方がこうね、うん、人の良さが分かるよね、そうですね、うん、私誘われてないね、2人からまだ、で行った方がいい、ぜひ行っちゃう、ね、行きます行きます、じゃあところで、自信は大丈夫なのかな、あ、で、あと、提供を、もう一度提供のね、もう今日番組がやれてるのもね、ありがとうございますっていう感じで、ちょっと提供の方の、あの、もう一度言わせていただきますね、はい、で、出るかな、はい、テロップ出ますか、はい、テロップ、はい、あ、こちらの提供は、はい、しんどさんだって、はい、しんどさん、はい、地元に強い不動産ネットワークでおなじみのセンチュリー21のグッドワンサービスの提供でお送りいたしました、いつもありがとうございます、今日もお送りすることができました、はい、はい、じゃあ、もう本当あと2分しかないんですけども、感想を、じゃあ誰かな、じゃあ、あ、分かった、今日美辞書で2つも、うん、あ、冠を取った、ね、はい、どうでした、はい、まあ、私が大和なでしこっていうところで、違いますか、おっと、違いますか、まあ、今日は皆さん7人ね、うん、もう素敵な浴衣女性がたくさんいて、うん、はい、もうこれからあの来月もね、放送皆さん見ていただいて、はいはい、ぜひぜひ見てください、はいはい、今日もありがとうございました、ありがとうございました、はい、じゃああとはどなた、あ、みゆちゃんはもうね、はい、ずっと続けていただいたので、そうですね、今日3回目、はい、出演させていただいて、ダイエットも成功したしね、そうなんです、はい、おかげさまでいろいろもう皆さんのサポートをありながら頑張らせていただいて、はい、とっても楽しく毎回番組出させていただきました、はいはい、ありがとうございます、あ、もう時間が少ないので、ゆりゆり最後に、はい、最後に、はい、ごめんね、おっぱいさせちゃった、はい待ってます、はい、皆さんも、皆さんも、桃だけじゃないの、ね、ぶどうもあれ、いろいろやってるん
野菜の詰め合わせもあるし、一旦遊びに来てください、ホームページ。はい、びっくりした。家に行って、家に行っていなかったもん、畑に行くと思ったって。はい、来週、来月もね、はい、皆さん見ていただくようにね、はい、頑張って頑張りますので、皆さん、来月から次ぐらいね、はい、うん、そうですね、あのテレビに向かってバイバイしましょうね。はい、どうも。次回はね、ミセスクイーン、クイーンをね、皆さんまた美女を呼びますので、日本のファイナリストをちょっとね、集めてみようかなと思ってますよ。はい、じゃあ皆さん、あのカメラに向かって、はい、ハガヤイティング、ハガヤイティング、まだ、ね、まだ10時あら、まだこっち、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 バイバイ、あっち、あっち、みんなバイバイ、また見てね。今日ありがとう、見てくれて、かわいいね、ゆりか、ゆきちゃん、お疲れ様だね、ありがとう、レイ、ありがとう。